最後に、今までお示しした、まあ、生存時間の概念があって、まあカプラマイヤー曲線ですとか、コックス回帰ですとかっていった方法を、まあ、統計ソフトで実際にどう分析していくかというのを、ちょっとまあ例を使って、示していきたいと思います。で、まあ、この生存時間解析ができるソフトというのは、まあ、大抵の統計ソフトでは可能かと思います。で、今日は京都大学ではどなたにも所属されている方は使えますので、まあ、ジャンプというソフトウェアを例にして使いますが、まあ、よく統計解析で使われるソフト、まあ、SPSS ですとか、まあ、SAS ですとか STATA ですとか、まあ、最近だとフリーのソフトで R というものがあったりしますが、まあ、どれでもそれぞれ、まあ、SPSS Advanced とかいうところに入ってますし、まあ、SAS だと、まあ、プロックライフテストですとか、まあ、プロック PH レグとかっていう、まあ、コマンドによって生存時間解析をすることができますし、ステータですと、まあ、ST とか ST コックスですとかいうコマンドでできるはずですし、まあ、R ですとサバイバルというふうなライブラリーがあるので、まあ、それで計算することは可能かと思います。今日はジャンプを例にして生存時間解析を示していきたいと思います。今日お示しする例はこの、ホズマン&ラムズ賞という方が書かれた、アプライドサバイバルアナリスという本に、掲載されている、ロチェスターの、ハートアタックスタディと WHAS という研究の、まあ、この、まあ、これ教科書なの、生存時間の教科書なんですが、これに載っている、まあこの研究のデータの一部として示されているもので、このレジストリーはハートアタックスタディなので急性心筋梗塞の発症後の長期生存というのを見ている研究で、実際は数万人が登録されている研究で臨床の論文もたくさん出ているかと思います。これの100名の一部だけというのが例として出ています。で、まあ、この例の生存時間は、今回検討するのは登録時の BMI と登録から死亡前の時間というのを、今日の例では、分析していきたいと思います。でこれが、その WHAS の、データセットの項目で、こちらが変数名で内容で、まあ、どういうデータが入っているかというのが一覧にしています。で、まあ、初めに ID があって、入院日とか、フォローアップの日付と、フォローアップの、この、登録した日から、フォローアップの、完了日までの、時間をが入っています。で、フォローアップの最終フォローアップ時の、状況が入っていて、死亡なのか生存なのか、で生存の場合は、打ち切りという扱いになります。で年齢とかですね、性別ですとか、BMI で、30以上か未満に今回分析の時便宜上、作りましたけども、こういうようなデータセットの例です。で、こんな感じで、これが Excel シートみたいな感じで、これジャンプのデータの入力画面ですけども、上から1人ずつ100人分データが入っていって、横に今お示ししたような項目が入っているようなデータになっています。でジャンプでまず初めに、カプランマイヤー曲線を書くという場合には、この上のタブに分析というところがあるんですが、分析から信頼性生存時間解析というところを選んで、生存時間解析というのを選ぶと、こういうログが出てき、タブが出てきますので、そこの、イベントまでの時間というところに
生存時間の変数を入れてあげて、グループの変数は、まあ、BMI が30以上か未満かということを今回は検討するので、グループ変数というところにその、要因の方を入れてやっていると。で、打ち切りに関しては、この打ち切りというところに打ち切りの変数を、まあ、生存しているかなくなっているかというので、を、まあ、入力すればいいです。で、ジャンプのソフトの、は、打ち切りの情報はデフォルトは1が打ち切りだというふうになってますので、これはまあ0で生存0ですので、まあ、0に直してあげる必要があります。で、出力するとまあこういうセットするとカプラマイヤー曲線が出て下にいろんな情報が出てくるかと思います。で、これがカプラマイヤー曲線の結果です。で、縦が生存の割合で横が時間ということで、青が30以上で赤が30未満ということで、これだと30以上の方が生存しているように見えるんですが、まあ、こうガタガタで多分打ち切りが多分多いのかなっていうのが分かりますけども、まあ、検定をすると 0.0223 で、まあ、有意差はないということです。で、まあ、あのカプラマイヤー曲線と同じ画面に時点ごとの生存割合と、先ほど示したあのリスク集合というのが、こう時間ごとにこう計されている表も一緒に出てきます。これは30未満の方の群の、結果ですけども、まあ、こういう表が出てきますので、まあ、この表を見て先ほどの論文にあったようなこのナンバーとリスクの数字というのをまあ拾って書くことができます。で、これはあのジャンプのソフト自体だけではちょっとできないんですけども、その打ち切りがどこにあったかというのを、まあ、ヒゲをつけてカプラマイヤー曲線では表現するというのが、お話ししましたけども、このヒゲも、ちょっとここのリンクにですね、スクリプトというのが、ジャンプというそのソフトウェアの会社から提供されてまして、このスクリプトを使うと、まあ、こういうヒゲをですね、どこに打ち切りがあったかと、ヒゲを立てたカプラマイヤー曲線というのを書くこともできます。で、要約の指標としては、まあ、中央値というのの、まあ、中央生存時間というのが、計算できますし、まあ、この信頼区間ですとか、まあ、生存時間の 25% 75% というのも計算できますし、具体的な各群の人数ですとか、まあ、死亡数というのを、まあ、こうやってまとめて、報告することができます。で、今までが、カプラマイヤー曲線のによって、まあ、出される、まあ、結果とそのまとめでしたけども、コックス回帰の場合は、また違う同じ生存時間解析の一部ですけども、まあ、分析のところから、まあ、信頼性生存分析時間解析というのを開けて、まあ、その中で比例ハザードの当てはめというのがありますので、まあ、その中のを開けるとまたこういったタブ、あのウィンドウが出てきますので、その中に、まあ、イベント前の時間というのを同じように生存時間というところに、入力してあげて、打ち切りも打ち切りというところに入力してあげて、あのこちらもやはりあのデフォルトが打ち切りは1になってますので、まあ、生存が1であればいいんですけども、0に元のデータになってますので、まあ、1を0に変えてあげて、ると、良いかと思います。で、モデルの効果の構成というところにその検討する要因である BMI の変数を追加というボタンで入力して、まあ、OK を押すと、こういった出力が出てきます。で、普通に出力するだけだとハザード比は出てきませんで、
この横に、まあ、比例ハザードモデルの当てはめというところにこの、まあ、ボックスがあるんですが、左のタブを開いて、この辺りが名前がリスク比になっているんですが、まあ、このリスク比で開いたものがハザード比に当たるものが出てきます。で、まあ、まとめると、まあ、30以上度未満でハザード比は 0.67 で、まあ、信頼区間は 0.35 から 1.28 で、ピーチは 0.227 という結果になります。で、ちなみに、まあ、性別ですとか年齢の影響も、考慮した、まあ、BMI の、ハザード比というのを、計算すると、BMI は1.05 という値になって、信頼区間は 0.52 から 2.1 と、まあ、ちょっと広めになっていて、まあ、ピーチは 0.891 ということなので、まあ、BMI の影響は、まあ、ほとんどなさそうだということに結果になるかと思います。で、下はまあ女性ですとか年齢の効果のハザード比というのが、同じように出ています。